さあ始まりましたバスケートーク。イエーイ。このコーナーは毎週火曜日フリーアナウンサーでボールドリップライターの木村エリさんと一緒にバスケについて語っていくコーナーです。エリさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週末はね、僕らはちょっと241として東北の方に秋田に取材行ったりしたんですけど、エリさんは富山に取材行かれたんですよね。はい、あのボールトリップの編集長の小川文吾カメラマンと一緒に、まあ、私はゲーム2のみだったんですけど、富山にまだ来ておる状態ですね。で今その可愛いシャツを着てらっしゃいますけど、そう、あのまだ寒いのに T シャツを着ている理由はですね、今日のこれ私のユニフォームで、いや、はい、富山ってすごいグッズも豊富でね、結構こうファッション系、うん、充実してたんですよ。でパーカーとかもいいなって思ったんだけど、パッて見てたらミッキーマウスと富山グラウジーコラボがあって、うん、でね、こう下にバスケットボールって入ってて、袖にほら見てチームロゴが入ってるの。本当だ、もうなんかさりげない感じ。うん、確かに。で2種類あって、もうちょっとミッキーが小ぶりでバスケットボール持ってて、下に赤く富山グラウジーズって入っているものもあったんだけど、悩んでこっちにしました。いいでしょ。 いいですね。すごいコラボだよね。すごいですね。そう、似合ってます。買っちゃった。本当よかった。寒そうですよね。今日はこれでエアコンちょっと温度上げました。今日はじゃあこれでよろしくお願いします。ちょっとじゃあ先週コメントもいただいてまして、いくつか紹介したいと思うんですけど、お願いします。先週はね、あのエリさんが神奈川ダービーをレポートしてくださって、うん、そのことに関するコメント結構多かったんですけど、はい、ブレサルさん、はい、確かに川崎はメンバーのトラブルがあった時により気合が入るのか、いい試合をするイメージがあるな。今回はメンバーが揃わなかったからしょうがないって思ったことはあまりないかも。神奈川ダービーはこれからもさらに盛り上がっていきそうで楽しみです。確かにこうメンバーが欠ける分、やっぱりこうサッカーとかもそうですけど、一人退場した方が勝ったりとかありますよね。そうですね、意外とこう、うん、対応できないというか、そういうところに、うん、相手チームも結構びっくりしたりするんで、うん、うん、それは絶対そう思います、うん、で、あとテッツさん、藤井のラストショットを目の前で見てました。秋山の位置取りが悪く、簡単に藤井にボールが入った時点で勝負ありでしたね。横浜は J の動きにばかり気を取られていて、あれは想定外だったように見えました。まさか藤井がそのまま打つとはね、にっこりマークってことね。やっぱりこうどの選手もやっぱりシュートを打てるっていうのは横浜からすると、藤井選手も気になるけど、でもこっちにヒース選手いるしなみたいななっちゃいますよね。確かにあのラストショットは見事でしたね、藤井選手の。はい、素晴らしかった。あともう一つ、ソチャさんですね。こちらは渋谷の5連敗には驚きました。千葉や富山はオフェンスのタレントといえばみたいなメンツが揃っていて、当然の結果として平均得点が高いわけですが、渋谷も平均得点がその2チームに遜色ないくらい高いので、持ち前のディフェンスはもちろん、あらゆる面でチームプレーが非常に高い精度で遂行されている印象でした、ということで、うんうん、渋谷は水曜日からケリー選手が戻ってきましてね、またこう怪我人が戻ってきて、ここからさらにこう強くなっていくと思うので、アルバルク戦でも勝ちましたし、ここからまた楽しみですよね。なんか印象ですけど、渋谷と東京の試合っていつもなんか後半もなんかヒリ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 するような試合多いですよね。今回もね、ゲーム1とか本当に最後入れ合って、ケリー選手が入れて、小坂選手が入れて、最後ケリーが決めて終わるみたいな劇的な展開でしたけど、毎回毎回こう接戦になって楽しませてくれますよね。ちょっとまずはじゃあ順位から見ていきましょうか。はい、まずじゃあ東地区の順位をお願いします。ここは今宇都宮が4連勝ということで、うん、宇都宮で言うと、先週の水曜日に行われた川崎ブレイブサンダースとの、試合を私は轟アリーナへ取材に行かせていただいたんですけれど、
まあロースコアの、うん、まあらしいしと言いますか、思わずね試合後にあの宇都宮の渡辺選手が、皆さん大丈夫でした、面白かったですかって記者会見で聞いちゃうような、まあ、ちょっとどっちかというとクロート思いのような試合だったのかなとは思いますよね。すごいもうディフェンシブな戦いでね、お互いやっぱりディフェンスいいチームなんで、本当に。でやっぱりこうポイントとなったのは、渡辺選手がおっしゃっていたのは、まあ、ルーズボールだったりリバウンドだったり、まあ、もちろんそういう一つを取れるかどうかとか、本当にワンポゼッション取れるかどうかとか、そういうところだったと思って、で川崎はこの水曜ゲームまではニック・ファジーカス選手がいない中だったので、まあ、それでも強いなって思ったとはおっしゃってて、で川崎に関してはあのまたマティアス・カルパニ選手がねちょっと肉離れということで、本当にコートに出てたんだけど自らこうやってもうで交代お願いしますって出ていかれた状態だったので、ちょっとねせっかく戻ってきた後だったのでこれは残念だなって感じですよね。そうですね、ちょっとまた怪我人が出てしまったんでそこはやっぱ残念ですよね。でその川崎は今回新潟に連勝して3位をキープということで、じゃあもうやっぱ、まあ、宇都宮が負けましたけど好調を維持してますよね。そうですね。で他で言うと今回エリさんが取材に行かれてる千葉と富山は今回1勝1敗、はい、あとは今5位6位で争ってたサンロッカーズ渋谷とアルバルク東京が東京ダービーやってたりとか、結構今回は注目の試合が多かったですね。そうですね、なんか見応えのある試合が多くて、いやなんか私がね後でお話ししますけど見に行った富山対千葉もすごい面白かったです。すごかったですよね。西地区でいうと今これで琉球が4連勝首位を独走してますね。で今回三河も連勝しまして、まあ、この1位2位は全然順位は入れ替わってないんですけど、3位4位が今回入れ替わりまして、うん、大阪がね、名古屋との対戦だったんですけど連勝して通算3連勝で今回3位に浮上しました。これでねチャンピオンシップ今県内に来たんですごいですよね。なんか私たちが前にねこういう風な展開も予想できるよなんて話をしてた通りの今状況になりましたね。そうですね、大阪で言うと水曜日のね試合で選手の新州戦だったんですけど、はい、エースの橋本拓也選手が右のアキレス腱を断裂ということで大怪我を負ってしまって、これ全治8ヶ月ということで、まあそんなエースがいない中でライバルの名古屋にしっかり2連勝するということで、まあ橋本拓也選手のためにもということでねチーム一丸で奮起したんですけど、本当にその辺がドラマがありますよね。やっぱり大阪で言うとねすごくその橋本選手のこの怪我が本当に私たちもすごい悲しく思うし、でもなんかタイミングとして天日ヘッドコーチがね療養からこの現場の指揮に復帰をされて、なんとも言えない本当に気持ちになりましたよね。だから、なんかこう、もう大阪の橋本選手に限らずですけれども、このシーズンに関しては、やはりすごく怪我をされる選手が多いなっていう印象をとっても受けますし、やっぱりこの、もちろん過密日程もあるとは思いますけれど、このコロナ禍できっとね、例年と同じようなトレーニングがもちろんできないこともあると思うし、いろんななんか問題がある中で本当に選手の皆さんがどれだけ大変な思いをしてらっしゃるのか、チームの皆さんもそうですけど、それをなんかこの怪我人のニュースを聞くたびに感じますね。本当そうですね、やっぱりこのコロナ禍でまず最初のスタートがね練習できなかったチームも多かったですし、そんな中でここまで約40試合か消化してきて、あともうちょっとなのでなんとかね今の他のチームは怪我人を出さずに頑張ってほしいっていうところありますよね。でも橋本選手も他の怪我をされてしまった皆さんもそうですけれど、もう無理せずまずは大事にね直すことに集中していただいて、私たちはまたプレーを見られるのをね待っていましょう。間違いないですね。他で言うと今回滋賀がね僕らが行った試合では秋田と1勝1敗ということで、まあ、こちらも後で詳しくお伝えしますけど本当にすごくいいチームだったので、
見てて楽しかったですね。そうですよね。じゃあちょっと先週末の試合を見ていこうと思うんですけど、まずは僕ら241はね、土曜日に総一郎が B2 の、山形対仙台の試合取材行ってくれて、僕はちょっと用事ができなかったんですけど、日曜日は僕と総一郎2人で、秋田に行きまして、秋田と滋賀の試合を取材に行ってきました。秋田寒かったんじゃないですか。最近ね、もう東京がすごく暖かいので春が来たなって思ってたんですけど、はい、秋田行ったらね、日中4度だったんで、おお風邪ひかないでくださいねもうね、雪もあったんで周り結構で、僕会場行くの初めてだったんですけど、すごくね雰囲気が良くて、もうなんかね、こうちょっと古い建物なんですけど、円形になってるんですよね、こうドーム状になっていて、その中でもやっぱり秋田のファンの方ってすごく熱狂的なので、なんか歓声というかね、この音がすごく響き渡るんですよね、このアリーナ内に。でこう独特の雰囲気があって、で試合でいうと前半で秋田が17点ぐらいビハインドだったんですよね。そこから3クォーターに追いつきまして、その追い上げてる時のねムードというか雰囲気がすごくて、もうあれはもうなんかピンクがもう圧迫感がすごくて、なかなかあれはアウェイのチームはやりにくいだろうなって思いましたね。だろう、こう画面越し、私もね秋田の会場ってまだ実はお邪魔したことないんですけど、画面越しでもファンの皆さんのそれこそ今シーズンは声も出せないけど、なんだろう、圧なのかな、力みたいなもの、パワーをすごく感じるアリーナの一つですよね。いや本当そうなんですよね。試合後に滋賀のハミルトン選手にちょっと言ってたんですけど、やっぱりその秋田のアリーナっていうのは選手間でも話題になってるみたいで、すごくやりづらいっていうことで、敵からするとね、チーム同士がすごい話してた、その話でやっぱりこの秋田の圧はすごいし、独特な雰囲気があるし、やっぱりこのバスケットの聖地として長年こうファンが見てきてるんで、そういった雰囲気も感じるということをおっしゃっていて、なかなかあれはね選手でやりにくいだろうなって思いましたね。特にこの途中で追いつくっていうシーンがあって、追い上げの時とかって絶対ね、このファンの皆さんのこの後押しは間違いなくチームの力になりますもんね。そうですね。なんか面白かったのがフリースローの時も結構独特で、敵チームがフリースロー打つ時になんかギロタンポっていう金タンポの形をしてる、あの、なんですか、ガガガガってなるような、そういうなんかアイテムをみんなでこうやるんですよ。それがこうなんかすごい響き渡って、なんかすごいね、やっぱり圧迫感というか、おー、なんだこれみたいな感じになるんですよね。なんかあの中継でね、前にあのその新しい応援グッズ、ギロタンポ、ギロタンポがギロタンポが出ましたって、そのご紹介があった時にも、その前からなんだろう、このなんかギーロギーロみたいな、なんか不思議な音がするの、なんだろうと思ったら、なんかおさんがすごい一生懸命こうやってやってて、かわいいし、多分なんか初めてのね選手も何みたいに多分絶対なるじゃないですか。いや面白いなと思って。いやあれ独特でいいですよね、ああいうなんか地域の感じも出てるし。でも試合はね、あのこの秋田と滋賀の試合、確かに見に行った試合に関しては滋賀が最後勝ち切って前日のリベンジを果たしたんですけど、僕滋賀も結構実は見るの初めてで、ね、実際に生で試合見るのも。そうですね。エリさんはこんな行かれたりしたじゃないですか。すごくね、まあ今順位はこれ西地区6位ってことなんですけど、すごくポテンシャルの高いチームだなって思いました。なんか若手の選手もすごく多いですし、それこそ最近で言うと野本大地選手っていうね、すごく顔も整ってて人気もある感じの選手なんですけど、この選手がね第1戦でスタメン、第2戦でもベンチからシックスマン出てて、もうめちゃくちゃ活躍してるんですよ。はい、多くチームを引っ張ってるし、あとはまあ今川選手とかね、
前田選手とか本当に若手がいい選手が揃ってるので、これもう来シーズン以降もすごい楽しみなチームだなって思いましたね。やっぱりこう狩俣選手だったりっていう、まあ、ベテランの選手がちゃんとそのね皆さんをまとめてすごくね、なんだろう、引っ張っていこうっていうね、リーダーシップのある存在の方も多いから、うん、いいですよね。そう、それこそその狩俣選手とか、あと伊藤大志選手とかがすごいベンチでね、やっぱり雰囲気を作っていて、うん、その例えば追い上げられた時もやっぱりベンチですごく声出してポジティブな言葉を発していて、やっぱそういうベテランの力はすごくあるし、本当に若手とベテランが融合してすごくバランスのいいチームだなっていう印象でした ね。狩俣選手ですよね、1000得点達成していらっしゃいましたよね、うん、そういうおめでたいニュースもあったりとか、うん、あとやっぱね、滋賀は今ロスター11人しかいないんですけど、それでこうなんとかうまいこと回してるっていうのまたすごいなと思いますし、あのオクテウス選手とかね、ハミルトン選手とか結構あんまり他のチームにいない外国籍選手のタイプだったりとか、ユニークな選手なので、その辺もやっぱ見てて面白いですし、あとやっぱりハミルト選手が後半戦に向かって大事なことだって言ったのが、やっぱり安定感。この前節でいうと広島に負けたりしてるので、で今回は秋田に勝ったりとか、そういう強豪チームに勝てる時もあれば、自分たちより成績が低いチームに負けてしまうこともあるってことを言ってたので、やっぱり終盤戦はこの安定感を持って、日々、いいチームになれるように努力してきてってことを言ってたので、そこが今回滋賀の面白かったポイントですからね。そうですね、うん、で秋田でいうと、はい、実は今のすごいねチャンピオンシップを争ってすごくいい位置にいるんですけど、僕が見えた試合では、古川選手が27得点決めていて、でカリム・コールビー選手がね怪我で今シーズンアウトになってしまったんですけど、そんな中でもやっぱり古川選手とか中山選手とか日本人選手の頑張りですごくチームを引っ張っているので、この辺もやっぱなんか見てて頼もしいなと思いましたね、うん、私も昨日の試合をね、中継で見て、やっぱり一番印象に残ったの古川選手でした。うん、4クォーターだけでね17得点決めていて、本当にこう勝負強さも発揮してましたし、前田ヘッドコーチもね試合後にすごく褒めていて、今シーズンはすごく勝負強さを発揮してくれている、やっぱりその日本人選手とかが得点を取らないとチームが勝てないってのは分かっているので、そこをすごく貢献してくれてるってことを褒めてらっしゃいましたね。でまあ、秋田はやっぱね、こっから結構ね厳しい日程なんですよ、後半戦が。なのでやっぱりチャンピオンシップに向けてね、どんどんやっぱ勝っていかなきゃいけないんですけど、やっぱりコールビー選手がいない中で日本人選手とかね、他の外国人選手っていうの奮起っていうのはすごく重要なキーポイントになりますし、やっぱりねあのアリーナの雰囲気っていうファンの雰囲気っていうのもこっから後半戦に向けて後押しする要因になると思うので、でもやっぱ秋田は今後も注目したいですね。そうですね。あとね、私見てて今回秋田の皆さん黒いユニフォームだったでしょ。なんかいつもの印象とまた全然違って、なんだろう、ワイルド感みたいなのを感じました、うん、あれめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、なんか会場内にもね本当黒ユニの方すごく多くて、うん、もう半分黒半分ピンクみたいなで全部秋田ファンみたいな感じであれは良かったですね。なんか NBA のあの今最近のマイアミヒートみたいな、はい、感じすごくかっこよかったですね、うん、でエリさんは今回ね千葉と富山の試合に取材に行かれて、富山に行かれまして、富山市総合体育館に来ています。3月7日富山グラウジーズ対千葉ジェッツ、この後ゲーム2が行われます。私も取材に行ってきます。バイバイ。いました。まず富山は2試合ともまだやっぱりソロモン選手が不在という中で、で千葉はゲーム1はね佐野翔太選手が不在という、やっぱりね、ちょっとどのチームもなかなかね全員が万全揃ってっていうのは今の時期ねなかなか大変ですけれども、でもなんかこう富山とかを見ていると、ソロモン選手の不在をやっぱり先ほどの秋田と同じように、日本人選手がね橋本選手もそうですけども、
宇都市とかがすごいオフェンスのリバウンドに取りに行ってっていうシーンだったり、なんか一生懸命声かけていらっしゃったりっていうのを見て、本当にみんなで乗り越えようっていうのがやっぱり見られました、うん、そうですか。ゲーム2でいうと、もう両チームともかなりちょっとファールが混んでしまうっていうちょっと展開があって、でスミス選手がもう前半で4つで、もう本当佐藤選手、千葉の佐藤拓磨選手とかもファールが同じように加算でとかって、結構大変な中、すごく後半はみんな我慢しながらっていう展開ではあったんですよね。 でもなんかこうゲーム1ゲーム2で輝きを放っていたのは、まあ、個人的に見ていて感じたのは富山の岡田優太選手、うん、まず、ゲーム1で29得点というキャリアハイを制されて、でゲーム2でも B リーグの通算1000得点達成されて、うん、次のステップに上がったというか、もうちょっと輝きを放っているような感じに見えました。そうですね、ソロモン選手がいない中で本当にチームを得点面で引っ張ってましたし、はい、オフェンス能力がすごく高い選手なので、ドライブもいけるし、うん、で外からシュートも打てるし、何でもできる選手ですよね。ご本人にね、ゲーム2の後にお話を伺ったんですけど、やっぱりゲーム1からシュートタッチは非常に良かった、うん、でアグレッシブに攻めることができて良かったって。でただそのゲーム2で4クォーターの大事なところで3ポイントを外してしまったのが悔しかったっておっしゃっていて、ゲーム2で言うとその最後すごい劇的な終わりだったじゃないですか、試合がね、まあ、残り 0.2 秒というその勝負の分け目はそのたったの 0.2 秒だったじゃないですか。でその 0.2 秒を千葉がボールを入れて、ギャビン・エドワーズ選手が入れるボールがブザービーターで、まあ、2点差っていう結果に最後になったんですけど、私がコートの脇から見させていただいていて、その 0.2 秒の差が結構はっきり見えた気がしたんですよ。というのもタイムアウト中、タイムアウトというか、チームの皆さんがベンチに戻るじゃないですか。で、なんとなく会場も富山のベンチももうオーバータイムに行くみたいな空気が包まれたんですよ。でもショットクロックの確認作業に入ったんですよね、審判の皆さんは。で、実は千葉はすごくベンチで集中をしていて、でコートに戻ってくる時ももうその 0.2 秒で点決めるぞっていうようなすごく集中した状態だ。でもどっか延長に行くだろうなみたいな空気を多分富山の選手たちはどっかなんとなく背負ったまま来てしまったような感じで、その 0.2 秒のプレーボールが入るまでのやっぱりちょっと集中力の差が感じられたんですね。ブザービーターが結果決まって勝負が決まったんですけど、実は大野ヘッドコーチに試合後にその 0.2 秒の差は何かを伺ったんですよ。そしたら実はその、まあ、ベンチで戻ったタイミングで千葉のアナリストさんのところで 0.2 秒残っているのが分かっていた、うんうんうん、でその 0.2 秒残っているからその 0.2 秒用のセットプレーを大野ヘッドコーチは指示をしたんですって書いて、うん、それがうまくいった。 なのでやっぱり 0.2 秒分かっていて、その 0.2 秒をどうしたら勝てるかっていうのをちゃんと考えてらっしゃった。でただその 0.2 秒でねうまくいったっていう結果よりもすごく個人的に印象に残ったのが大野ヘッドコーチの言葉で、その運をつかめたのは4クォーターでディフェンスのところでもう一回引き締め直して選手たちが勝ちたいという意欲を持って戦ったからだっておっしゃっていて、うーん、わーその差だっていう、なんか なるほどなっていう感じしませんか。いやすごいですね、すごい話ですね。やっぱりその今回ね、第2戦もし千葉が落としていたらシーズンの成績が2勝2敗になってて、んタイナーだったわけですよ。で今回それ千葉が勝ったことで3勝1敗でね、タイブレーカーを千葉が握って、もし成績が一緒になっても
千葉が上に行くって時期になったので、はい、やっぱこれは 0.2 秒の差、A さんが 0.2 秒の差っていうのはすごく大きな差だったのかなっていうのを思いましたね。そうですね。ここでやっぱりこう千葉が1枚上手だなって感じましたけれど、これが決勝まで登る過去もね、登ってまだ優勝は B リーグでしてなかったとしても、そこまでの常連のチームで、やっぱり富山は今年すごく生まれ変わってこのままチャンピオンシップいけるんじゃないかっていう勢いのあるチームですけど、その経験の差をこうやっぱり富樫選手はじめ経験してるじゃないですか、決勝の舞台までを、うん、チャンピオンシップに目指してやっぱり残りのリーグ戦の20試合の戦い方がギアも上がってくると思うし、そういう戦い方を知っている、だから本当に 0.2 秒たった 0.2 秒すら無駄にしてはいけないっていうのがなんか千葉から私も学んだなって思いました。やっぱその辺はね、このやっぱり強豪チームの強さの秘訣みたいなところが見えますよね。でその 0.2 秒で言うとやっぱり結構最後のプレーが議論を呼んでるじゃないですか今、はい、でね、やっぱ 0.3 秒以下だともうタップかダンクするしかないんですよね、残り時間が。うん、私あのレイカーズのデレック・フィッシャー選手っていうのは 0.4 秒でね、振り向きざまにシュートを打って決まって、でそこからもうやっぱり 0.4 秒が限界と、キャッチャーのシュートの限界です、ですね、0.3 秒以下はもうキャッチはできないみたいな話だったんですけど、で今回やっぱりね、そのエドワー選手が最後決めたのが両手でこうタップするみたいなシュートだったんで、結構ファンの方でもね議論が分かれていて、あれはキャッチしてんじゃないか、タップなんじゃないかみたいな感じの、それもまた結構その議論が起こってるっていうのもなんかこうバスケが盛り上がっていいなと僕は思うんですけど、それに関しては試合後にね、コート上にファンの皆さんに挨拶するときにもちろん浜口穂のヘッドコーチも触れられてましたし、ただまあすごく難しいのはその議論が、答えはもちろん今回は出せないですけど、ただその議論が生まれるぐらいのレベルのプレーを見たんだっていうことへの感謝と、うん、あとはやっぱりどういう要は結果判定になるかがわからないじゃないですか、もしかしたら違う試合だったらあれが違う結果だったかもしれないしとか、たらればなんですけれども、だから可能性を信じてやっぱり諦めちゃいけないっていう、うん、それもすごく、まあ、今回は勉強になったと思いますね。で、浜口ヘッドコーチは試合後にね、まあ、今日はこういう結果で負けでしたけど、まあ、1勝1敗ですよ千葉相手に。で、まあ、チャンピオンシップを見据えて課題として富山はまずターンオーバーを減らすこと、それから相手のスリーポイントシュートの確率を落とすこと、うん、そしてリバウンド、この3つをチームの共通認識で取り組んでいますっておっしゃってたんですよ、うん、スミス選手も試合後の会見にいらっしゃったので、こういうゲームで富山が今後チキには何がですかって伺ったんですね。そしたらスミス選手は、まず、まあ、富山に関してはオフェンスはもうスコアできる選手がいっぱいいると、なので得点で困ることはありません、うん、ただやっぱりディフェンスが一番大事、今日で言うと、まあ、やっぱり千葉にオフェンスリバウンドを与えすぎてしまう、で千葉など、まあ、リーグのずっと強いチームとの対戦についてはそのディフェンスを強化しないと難しいと思うっておっしゃられて、やっぱりリバウンドの数はすごく差がありましたよね。そうですね、でゲーム1でいうとリバウンドの数でいうと、千葉が43本に対して富山が33本、オフェンスリバウンドでは千葉が18本に対して富山が8本、やっぱ10本差がありますし、まあ、ゲーム2でいっても千葉がトータルのリバウンドが43本に対して富山が25本、
で、ゲーム2でいってもオフェンス自慢から千葉が13本取ってるので、やっぱセカンドチャンスをね与えちゃってますからね。その辺は大きいですよね。確かにね、ソロモン選手の不在というのがそういう意味でも響きましたし、スミス選手のファールトラブルとかももちろん影響はあったと思うんですよね。なので、まあ、致し方ない部分はあっても、その中でもどれだけそこで頑張れるかっていうのも一つのポイントだなというのは感じましたね。そうですね、僕が見てて思ったのはやっぱ予想以上にね、ソロモン選手の不在が響いてたなというのは思いまして、やっぱり富山は外国籍選手がね今2人しかいないので、2人でも回す状態っていう、まあ、橋本選手とかがね交代入ったりするんですけど、ゲーム1でやっぱマブンガ選手が37分で、スミス選手が36分で出てて、ゲーム2でいうとマブンガ選手が40分フル出場で、スミス選手はまあパワートラブルもあったんですけど32分出てたりとか、やっぱこの出ずっぱで2戦バックトゥーバックで連日戦わなきゃいけないっていうのは、やっぱりどうしても最後差が出てくると思うんですよね。で、千葉でいうとゲーム1に関しては外国籍選手で最長で出てたのがダンカン選手29分なので、やっぱその8分分9分分っていうところが差になってくるんですよね。それがやっぱ最後ちょっとスミス選手がね、エドワーズ選手に残り 0.2 秒で決められちゃってましたけど、やっぱちょっとどこかでガス欠状態というかね、足がもう体力的に動いてなかった部分があったりとか、やっぱりその予想以上にスミス選手、マブンガ選手への負担がかかっていたのかなっていうのはちょっと思いましたね。やっぱり通常結構こうファールトラブルになった時ってね、一回ちょっとベンチで例えば3クォーターで、ね、出て4クォーターにとかっていうシーンとかも他の試合であるじゃないですか。でもやっぱりスミス選手がコート上にいないとっていう、もうすごいね、ソロモン選手の不在によっての影響もそういう面でもあったと思うし、まあ、だから本当に結構すごく大変な中で富山の選手皆さんも本当にまあ頑張ってらっしゃったなと、それはすごい思いましたね。今これ富山からするとね、ゲーム1ようやく千葉に勝ったので、そこはやっぱチャンピオンシップに向けて一個大きな自信になりますよね。東京戦とか、まあ、川崎とかそういう強豪チームと言われるチームが必ずと言っていいほど富山戦で一戦落とすみたい な、うん、なんかこういう傾向ありません？ありますね、特に今季の富山がねなのでなんかまたもちろんね、まだソロモン選手が戻ってらっしゃらなかったりすると大変なこと多いと思いますけど、こういうハイレベルなところの敗戦を経ての富山はまたぐっと一つ上がっていくんじゃないかなっていうのをなんか期待も感じました。じゃあちょっと今週の MVP を選んでいきましょうか。はーい、難しいな難しいですね。じゃあ発表します。はい、私が選ぶ今節の MVP は、富山ブラジーズの岡田優太選手です。おお、いや、ゲーム1はもちろんもうキャリアハイという好調さ、確かにゲーム2に関しては試合としては負けてはしまったんですけれども、彼のなんだろう、試合で富樫選手とねマッチアップしてちょっとタフショットでしたけど決め切ったりっていう、すごく成長を見せてくれたことと、試合後にお話を伺ってすごくディフェンスへの課題とかも口にしていらっしゃって、あ、さらにまた伸びるなってすごく感じさせてもらえたので、さらに期待を込めての MVP にしました。おめでとうございます。ありがとうございます。僕が選ぶ今週の MVP は迷ったんですけど、やっぱりね今回は、大阪エベスタの DJ ニムル選手ですね。やっぱり橋本拓也選手が怪我をしていない中で、やっぱ橋本拓也選手のためにということで奮起しまして、今回名古屋に連勝でねチャンピオンシップ圏内にチームを導いたんで、やっぱね誰もがこの橋本拓也選手が怪我した時にうわー大阪がもったいないみたいな思いがあったと思うんですけど、そこもねしっかりこう覆してしっかり名古屋相手に連勝を勝ち切ったので、やっぱここは今回はね外せないかなと思いまして、そうですね、今回は DJ ニュービル選手が MVP です。おめでとうございます。
とうございます。じゃあ次節の注目カードを見ていきますか。はい、あの来週はというか今週かはもう天皇杯が、うん、そうですねじゃないですか、金曜日、うん、土曜日と、うん、まああの4チームのどこが優勝してもまあおかしくはないと思うんですよ、うん、どこですかねっていう、ま、楽しみがものすごくあります本当にね大混戦になりそうな予感もしますし、やっぱ一発勝負ですからね天皇杯に関しては、うん、なんかもう準決勝の2試合すらもう決勝みたいなカードじゃないですか。間違いない本当そうです。ハイレベルの戦いを期待しますね。でその翌週の次節でいうと、私は名古屋に行きまして、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対川崎ブレイブサンダースの試合を取材しようと思っています。いいですね、まあ、実は名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホームアリーナに伺うの私初めてなんです。おお、そこもじゃあまたバスケートークでお話聞けるでいこうと思うのでよろしくお願いします。お願いします。タッキーの注目は？僕はやっぱりその2週間後 B リーグのやつでいくとやっぱ千葉と三河ですかね。やっぱりねお互い今2位同士なので、西地区の2位東地区の2位でやっぱりもう首位に行くためには負けられない戦いなので、ですね、うん、ここはやっぱり激戦を期待したいですね。楽しみじゃあエリさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。じゃん最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。